そのお答えになりましたか。はい、よろしくお願いいたします。どうも本日おめでとうございます。氷川神社宮神輿も無事に引き取りも終わりましたところで手締めを行いますので皆さんご評判のほどお願いいたします。東京ミッドタウンを出発、そしてミッドタウンの角を左折しまして、この裏の方にございます檜町公園の横を通りまして、夕方6時に赤坂氷川神社に戻り帰着式を行う予定でございます。また明日日曜日ですが、朝9時にこちらにあります立派な宮神輿と猿の山車が赤坂氷川神社を出発し、午後1時30分からTBS サカス広場で式典が行われた後、ヤマトタケルの山車も合流いたします。そして多くの担ぎ手による宮神輿渡御と山車2本の巡行が夕方5時まで行われます。夕方5時の宮入りをした後に、境内では赤坂の名店による出店や盆踊りもお楽しみいただけますので、皆様ぜひ明日も赤坂氷川神社にお出かけくださいませ。それでは皆様、この後も巡行をお楽しみください。本日は誠におめでとうございます。さっきのルートで出ますんで、そこのあのゲートを抜けて向こう側を。